新社員が入社して後輩ができたんですが、その人は年上です、うん、あまり気負わないようにと後輩の PC の上に、うまい棒を100本並べたり、うん、ビスコを100個使ってタワーを作ったりして場を和ませようと頑張りました、うん、その後はちゃんとみんなで食べました、結果後輩は私に対して親しく話しかけてくれるようになり敬語もなくなりました。しかし私は年上の人にタメ口で話すということができずにいます。おそらく私もフランクに話してもいいんだと思いますが、タイミングを逃してしまいました。お二人は年上の後輩もしくは年下の先輩は珍しくないと思いますが、うん、どんな風に敬語を使い分けていますか？なるほど、うん、難しいね。やっぱりそうだね、何回も多いもんね。うん、多いね。私基本的に、うん、年上年下関係なく最初みんな敬語で喋ってる。うんうんうん、うん、そうなるよね。わかんないもんね、うん、私自分の事務所だと、うん、なんとなくわかるけど、うん、私以外みんな後輩だ。私はもう事務所の中だと全員後輩になっちゃうから、うんうんうん、後輩だなってわかって年上でも年下でも接せれるけど、うん、外出たらわかんないもんね。わかんないね、うん、そう、年齢もパッと見ただけじゃわかんないし、芸歴なんて調べないとわかんないから、うん、で声優界ってそこまで厳しくない、うんうん、よく芸人さんはすごい厳しいって言うけど、そこでなんかね、一日でも芸歴が長ければもう完全に先輩だって言うもんね、うん、そういうのがない分、うん、結構アバウトではあるけど、うん、仲良くなったりしたらなんだろう、それこそ中村えり子さんとかは同じ事務所の先輩で、うん、所属年数も2年3年くらい上なんですけど、えり子さんの方が基本は敬語なんですけど、うん、でも途中で喋って途中でタメ語も混ざったりとかもして、結局その人との関係性なんじゃないかな、うん、だよね。しかもさ、敬語だったとしても、うん、フランクに喋れるよね。喋れる、なんとかでしようとか言って、うん、なんか失礼にね、ならなければ心の持ちようだよね、うん、だと思う、うん、飼い犬の散歩野郎さん、多動飼いさんもね、その後輩さんはすごくフレンドリーに来てくれるから、うん、ちょっとずつ崩していってもいい気がするな。うん。